では、紙袋のオリジナル制作についてご説明をさせていただきます。弊社の紙袋は提携しております中国の生産工場での加工になっております。特徴は手張り加工ということになります。機械生産ではなくて、一枚一枚手張り加工で生産をしておりますので、品質的にも大変信頼のできる製品を提供しております。次に詳細を説明をさせていただきます。まず、ロットにつきまして、こちらはですね、500枚からのオリジナル制作対応となっております。次に紙の寸法になりますね。紙袋の寸法です。こちらも完全オリジナル寸法での制作対応になっております。具体的にはですね、紙袋の幅、それから高さ、それから待ちですね。こちらのサイズ寸法をですね、完全オリジナルでご対応をしております。ちなみにですね、弊社の定番サイズが約17種類ございます。縦型、それから横型、それから正方形などですね。この17種類につきましては、もうすでに型がございますので、データ入稿用の展開図テンプレート、こちらも弊社のホームページの中に用意をしております。次に紙の種類についてご説明をいたします。紙の種類は基本的に口塗紙とカード紙の2種類になります。口塗紙は表面が光沢のある紙になりますね。こちらの4種類の紙袋、これはいずれも表面光沢のその光塗紙での加工になっております。光塗紙以外にはカード紙ですけども、カード紙の場合は通常、白の紙で印刷をしますけれども、白以外でもこのように茶色と黒、この3色から選んでいただいて、印刷をするということになります。あと、紙袋の厚みですけども、これも、ご要望に応じて、いろいろ種類がございまして、一番薄いもので157g、それから、厚いもので 250g まで、ございます。この中から、用途に応じてご希望の厚みの紙を選んでいただくことができます。次に、印刷についてご説明をいたします。印刷は主に大体オフセット印刷がメインになりますね。こういう形で、特色の、1色2色という、特色指定から4色フルカラーの対応まで、オフセット印刷での対応がメインになります。また、オフセット印刷以外ではシルクスクリーン印刷、あるいは UV 印刷、また、箔押し対応などいろいろな、印刷対応が可能です。あと、印刷と関連しまして、紙袋の表面加工ですけども、PP 貼り加工というのがございます。PP 貼り加工は、印刷したその上にですね、薄い PP を全面に貼るということになります。こちら、いずれも PP 貼り加工をしたものなんですけれども、効果としてはですね、紙袋の強度を増すということですね。それから、特に口塗紙を使った場合は、印刷インクが定着しにくいという点がありますので、表面にこの PP 貼りをすることによって、印刷をしっかり定着させるという効果があります。PP 貼りはですね、光沢 PP 貼りとマット PP 貼りがあります。このようにですね、こちらが光沢のある光沢 PP ですね。それからこちらが、マット PP ですね。小さい方がマット PP。これだけ雰囲気が違ってまいります。黒い方もですね、こちらの方が、光沢 PP 貼りです。それからこちらですね、こちらがマット PP 貼りになります。こちらいずれかを選んでいただくことができます。また、表面加工ということに関連しまして、表面をですね、エンボス加工をすることもできます。このようにですね、この縞模様のような、このエンボス加工、こういう加工をすることで、その風合いを、にこのちょっとこの
趣というかですね、変化をつける、そういった加工もご対応ができます。次に持ち手の紐についてご説明をします。持ち手の紐もいろんな種類がございます。まずこのですね、リボンですね、ポリエステルのリボンタイプですね。それからこのような平紐のタイプですね、平紐のタイプです。それからあとは丸紐ですね、このような丸紐、こちらも丸紐ですね。それからあと同じように丸紐ですけども、このようにちょっとこう2色使ったタイプのこういう撚り紐ですね。それからこちらは一色の撚り紐ですけども、このようなものもございます。あとはハッピータックですね。このようなプラスチックのハッピータック、まあ、色はこのように黒と白がございます。まあ、今のハッピータック以外のあれですね、その他の種類もそれぞれいろんな色バリエーションがございます。こちらがリボンタイプですね、リボンタイプの色バリエーションになります。それからこれが平紐タイプ、それから丸紐ですね。またよりひもの1色タイプと2色のタイプですね。このようにいろんな色バリエーションがございます。あと、まあこれはハッピータックの2色になりますね。最後にスケジュールについてご説明をさせていただきます。データ入稿をいただきましてから約2週間で構成サンプルをお渡しいたします。そして考慮後だいたい40から45日での納品という流れになります。以上、タイムブクロのオリジナル制作についてのご説明でした。どうぞよろしくお願いいたします。